自分の人生を謳歌してる人だね、うん、きっとね。ほとんど全てって思う時もあるからこいつみたいな、そういうことってあるじゃん。別のことに意識向けてると突然、あ、この人好きって人に。こんにちは、さくらです。今日はですね、久々に皆さんから募集した恋愛の質問を母と一緒に答えていきたいと思います。1年以上前に1回そういう動画を投稿したんですけれども、久々に母登場、せーの、よいしょ。なんかでも今回母と質問答えますって言ったら、お母さんに質問ですみたいなものがね結構あったのよ。だから私じゃなくて今回は人生の先輩であるお母さんにいっぱい答えてもらおうと思います。24歳です。年齢的にもドキドキを取るか安定を取るか迷っちゃいますっていう質問。でもこれはもうまさに私もうね24歳なので今。いや、私はドキドキの方が好きだけど。お母さんはドキドキ派ね。だけどどういう安定？まあ年齢的にも24歳で別に急いで安定を求める必要はないかなって私は思うかな。経済的には安定してるけども性格が面白くない、うんうんうん、もしくは片方は性格がすごいこうドキドキさせてくれて楽しいんだけどちょっと経済的に不安で、多分そういうことじゃない。難しい。私も多分安定的な人にしようと思っても多分うまくいかないタイプな気がするので、ドキドキを選んじゃうかなって思う、私はね。だけど、うん、人って思うのはお金が全てじゃないってよく言うけど結構ほとんど全てって思う時もあるからまあリアルな意見ですよね。でもさ、安定求めて好きでもない、そんなに好きでもない人と結婚したらさ、結局なんかさ、そう、うまくいかないと思う。ドキドキをまだ取っていいんじゃないでしょうか。続きまして、多かったのが好きな人ができません、どうしたらいいでしょうかっていう質問ですね。質問というかお悩みか。好きな人ってそうそうできないよね、なんかって思う。私普通に生活していてまあできないから、もう分かんない、性格にもよると思うけど普通そんなにポンポンってできないし、多分やっぱ学生ってちょっとさ、イベントがあったりとかさ、ドキドキみたいなのがあるけど、まあもうなんか年齢重ねてくるとあんまり好きな人ってできないよね。でもなんかできないからって言って、あ、まあでもこの人でいいかなっていう感じで付き合うのはきっと良くないというか、おすすめしないかも私は。でも人によるんだよね多分。私はなんか大好きって思う人と結婚したけど、その時はね、だけど友達みんななんかそんなにすっごい好きって感じではなかったけど、あ、でもこの人とだったらいいかなっていう感じで結婚したっていう人が割と大半を占めていて、あ、タイミングとか、そうそう、そろそろ結婚かなって思って、じゃあこの人なのかなみたいな、大好きとかってあんまり思ってないよみたいな人結構いるから、どうなんだろうね。じゃあ好きな人ができませんっていうお悩みは、じゃあもうみんな一生できませんってこと？いや、わからない。でもそう言いながらもやっぱ一緒にいてこうすごい幸せだったりもする してるだろうし、多分なんかね本当にできない、もうこれあのラジオ一緒にやってる純子さんも言ってたんですけど、好きな人ができないっていうことを意識しないことが大事だって言ってました。意識しすぎている間はまあ現れないから、なんか別のことに集中したり、仕事とか友達との旅行とか、そういうなんか別のことに意識向けてると突然、あ、この人好きって人に出会ったりするよみたいな、の私の周りの人生の先輩を教えてくれていました。続いて、ずっと追われる女性になる方法を教えてください。私も知りたいです。え、これは難しいよね、ずっと追われる女性って。自分が追わないこと、でも自分が追わない、でもそうだと思う。追わない人も持ってくれなかったらもう全然一緒になります。どうする？まあ、でも自分が追いすぎちゃダメだよね、自分に余裕を持って。そうね、彼以外のコミュニティを持っていたりとか、まあ、依存しないこととか、そうかもね、精神的にも、経済的にも。あとはまあ、内面も外面も磨きをかけるわけです。まあでも変化つけるのって大事だよね、確かに。これできなかったけど、ちょっと彼のために頑張ってやってみるとか。そう、あとはまあ誰かのためじゃなくて自分のためにでもいいんですよね。それでもなんか、確かに。キラキラしてるとちょっとこう魅力的だったりするんじゃない、
そうね、自分の人生を謳歌してる人だね、うん、きっと ね、 そうね。続いて、好きじゃない人には好いてもらえて、好きな人には好かれません。大体みんなそんな風に感じてるんじゃないの大体みんなそうじゃないかと。私この人好きなのになんでこいつみたいな、なんかそういうことってあるじゃん。でもね、なんかこれ誰が言ってたんだったっけな、メンタリスト大子さんかな、うん、その好きな人の前ではやっぱ自分を作ってしまうから、素の部分を出せてないから魅力が出てない、うん、だけど好きじゃない人の前ではもう自分がすごい素でいられてるから、その部分を好いてもらえてるってことだから、うん、つまりあなたは素で魅力的な人なんだから、うん、好きな人にも素でいられたらいいよねみたいなのを聞いて、あ、へえ、そういう、確かにそうかもってちょっと思っちゃった。やっぱり、まあ、でも素の自分もついてもらえないこともあるかもしれない。まあね、うん、でもそれはしょうがないよね。そこで何とか振り向かせようと思って、男の人がすごい努力してさ、うん、女の人にこう自分に向いてもらおうと思ってやると、割と女の人はそれにこう最終的には動かされたりとかすること多いじゃない、うんうんうん、だけどその逆ってあんまりない。そっちの方が少ないんじゃないかな。女性がその一人の男性のために、うん、頑張るぞ頑張るぞってしても、うん、あんまり報われないってこと。心は動かし、なんかうまく使われちゃうことはあっても、心は動いてもらえないような気がする。じゃあ自分のことを好いてくれない方はもういいってことでいい。ちょっとあれトライはしてみて、うんうん、ちょっと脈ないなと思ったらもう次の恋に。そうだね、でもそれがいいかもしれない、なんか、うんうん、絶対自分のこと好きって言ってくれる人がいるから、振り向いてもらえなかったら結局あ、この人じゃなかったんだなぐらいで次の恋に行った方がいいかもね。続いて、恋愛って結婚をしたら終わりですか、どうですか。結婚相手と恋愛するっていう、そんな理想的なことにはならないね。いやでもそうだと思う。特にさ、子供が生まれましたとか、家庭の環境がやっぱ変わったら、そううまくはいかないよね。ただまあなんていうの、あの普段そんなにこう、何、お互いソロ活動じゃないけどさ、そういう夫婦だったら、うん、逆に今度一緒にご飯行こうよとかさ、ちょっといいレストラン予約しておしゃれして行こうみたいな、うん、なんかそういうちょっとデートっぽいことをして楽しい、なんかやっぱこうちょっとこう付き合ってる時みたいに楽しいみたいな、うん、そういうこともあるとは思うよ。確かに、まあだからドキドキではないけども、うん、お互いそれぞれのパートナーとして、うん、なんか人として愛するみたいなこと、うん、そうね、あんまり距離縮めすぎないことがいいんじゃない。あ、なる、縮めすぎない方がいいんだ。私はあんまりこう何でもかんでも共有するのは好きじゃない。うんうんうん、いいのか、うん、お互いの領域があって、そう、何も知らないぐらい、あんまりだからいろんなこと話しすぎない方が、普段ね、うん、ご飯食べに行った時とか話題がいっぱいあるから。ああ、そういうことね。よかった、私は好きかな。続いて、会ったことはあるけれどあんまり話したことのない女性とご飯に行きたい、誘い方。どうしようかな。私だったら、うん、共通の知人を探すかも。多分いきなり1対1よりもさ、うんうん、何人かの方が良くない？え、なれちゃんちょっと可愛くて気になってんだよねみたいななかなかないか、こんなことってあんまりないか。どうなんだろう、どうすればいい。じゃあやっぱ知人探そう、共通の、うん、それがもうダイレクトに、今度ご飯でも行かないとか、あ、ね、焼き鳥とか好きとかさ、話した方がいいね、まずね、うん、まず何かきっかけ見つけて話すか、何か聞いてもいいし。どうし、確かに、まあだからもうあんまり話したことないけどいきなりご飯行きましょうって言われたら、え？ってなるので、一回ちょっと一言でも二言でも会話して、そっからなんか流れで、え、ご飯行かない今度みたいな、軽いこの軽いパスが良くない？なんかね、何かのきっかけでこうちょっと同じ空間っていうか同じ場所にいられるようなきっかけがあればな。話せる時間があるといいね、まずはね、瞬間がね。次、これ前回も似たようなのあったんだけど、最近振られました、その人以上に好きになれる気がしません。無理に忘れなくてもいいと思うんですが、うん、でもなんか誰かを好きになろう、その人以上に好きになろうって思う必要もないし、ないので、うん、自然に任せるしかないんですが、うん、ただ
きっとそう思っていても人って時間とともにちょっとこう自分も変わっていくから最後のことを経験していくうちに、あの時あんなに一生懸命やっててもうこれしかないと思ってたことが後から思うと、なんであんなにあれ一生懸命だったのだろうってすごい時間が経ってから思ったりとかね、自分もいろんな経験してるいろいろ見てるうちに、だからそういうふうに人は変わるから、きっと他にも好きな人ができるかもしれないし、今そこで忘れなきゃいけないとか、そんなにね好きで楽しかったんだったらそれはそれで無理に忘れなくてもいいかな、その場でなんか他になんかちょっとこうちょっと面倒くさくてもどっかに出かけていくとか、ちょっとそういうことをしていろんなこう経験値をこう自分のハードディスクの中に書き込んでいくとちょっとなんか変わってくるかもしれない、無理に忘れなくてもいい。続いてさくらちゃんママからさくらちゃんに伝えたいズバリ恋愛の極意は、それ私が知りたいわ私に今伝えておきたいこと、恋愛の極意ございません。あ、ない、なんだろうね、まあ、自分が大事にしてるものを信じて その心に従ってくださいって、だからなんていうの、よくさほらお金がある人が好きとかいう人いるじゃん、別に顔なんかどうでもいいとかさ、そんなにすっごい大好きとかっていうことよりもお金があるっていうことが私にとって結婚条件とかいう人いるけど、私それも別に悪いと思ってない、ただまあさくらが自分で大事と思ってるところ、それはお金か分かんないよ、お金とか相手の優しさとかいろいろ人それぞれだけど、それを自分が大事だと思うものをちゃんと探してくださいって感じ。まあ結局だから自由にってことでしょ。そう、人それぞれだから大事なものは。ビーフリーって感じ、うん、だそうです。最後ですね、24歳です。付き合っている女性過去1年と結婚を考えられなくて別れるかどうか悩んでいます。これ多かったの。まだ若いから結婚じゃないなじゃなくて、もし結婚をもうすぐ考えるとなったらこの人じゃないっていうことだとしたら、まあ、そこまでこう冷静になっていられるのであれば、まあ、一緒に、まあその理由にもよるけど、本当に考えられないでする気がないんだったら、まあ、彼女の時間もあるし、ずるずる今自分がいいからで付き合わない方がいいよね。まあ、優しいね。まあでもその気持ちが変わるかもわかんないし、もうこれはわかんないけど、でもなんで結婚できないと思うのかが、まあ、ね、今ねすごい、まあ、それをこう思うってことはやっぱなんとなく結婚したいなっていう感じが彼女から出ているけど、いや僕ちょっと結婚じゃないんだよねっていう風に思っちゃうのか。そうだとしたら、なるべくそう、ね、早く伝えてあげた方がいいよな。結婚考えられなくて今結婚がしたいとか彼女からそう思われてんだったらお別れした方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、結論として、それはちょっとある意味の、まあ、理由にもよるけれども、ある意味の優しさかもしれません、はい、こんな感じでした。皆さん悩んでますね、いっぱいね。参考になったかな、ね、参考になるトークはできてないかもしれないんですけれども、一緒悩んじゃって、そう一緒悩んじゃってごめんなさい。だからまあ一緒に悩みましたまた何かこうやって言ってたけどこうなりましたとか、続きが何か出来事があったら教えてください。ということで、この動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。